ちは。ゆっくりマリサです。霊夢です。さて、今回は、センター試験利用入試における、ボーダーとなる得点率をまとめました。次で最後になるから、情報を集めておこう。今日ご紹介する大学は、次の通りです。カンカン同率の慶應大学のボーダーを、ご紹介していきます。じゃあ、まずは関西学院大学から。関西学院大学のボーダーはこちら。英検利用方式なども含まれているから、多少ばらつきはあるけど、8割後半は取っておかないと、安心はできないね。英検を利用する方式は少しボーダーが下がって、78% などになったりしているんだけど、英検を利用しない場合はやはり8割は絶対必要だね。次は、関西大学。ボーダーが71だったりするのは、5科目利用や6科目利用方式の場合だよ。主に国立志望者向けだね。3科目利用の場合はやはり、8割中盤は取っておきたいね。また、社会学部は、1科目や2科目で受けられる方式もあるよ。その場合は、8割後半は必要だよ。次は同志社大学。同志社大学は8割後半から9割前半を必要とする、学部が多いね。ただ、社会学部、文化情報学部、スポーツ健康学部の、一部の学科では8割を切っていることもあるから、学科を問わない人は、そこを狙ってもいいね。最後は、立命館大学。73% などは、5から7科目利用方式の場合だよ。やはり3科目方式などの場合は、8割から9割弱は必要だね。理系学部の場合は、8割を切ることもあるよ。このように、カンカン同立大学は、基本的に8割後半が必要になるね。ただ、センターの平均点が119点ほどなのを、考えると、8割後半取れたら運が良かったぐらいと考えて、自分ができなかったところを知る、最後の模試だと思う。だから、センター試験利用入試では、志望大学より2ランクほど下の大学に受かれば、御の字だよ。以上で終わります。現在、大学受験チャンネルで、配信を予定している動画は、次の通りです。掲載した動画以外にも、様々な動画を配信する予定です。またリクエストがあれば、その動画も作ります。YouTube のコメント欄や公式 Twitter まで、お気軽にどうぞ。いかがでしたでしょうか？この動画が、皆さんの助けになれば、とても、とても嬉しいです。大学受験チャンネルでは、受験に挑戦するすべての人を、全力で応援しています。このチャンネルでは、現役の予備高校士監修のもと、過去問の解説や、傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければ、ぜひ、チャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴、ありがとうございました。